サッカーボールだ。五角形と六角形はそれぞれ何枚あるか？なんでそういう話になるの？まあ、黒の五角形は6枚見えるから、裏にも6枚あって、12枚かな。白の六角形も見えるやつだけ数えると、10枚あるから、裏も合わせると20枚。合わせて32枚。五角形や六角形の頂点を結ぶ辺は何本？数えるにはちょっと多すぎるかな。でも、五角形や六角形の辺が2本合体して1本になってるから、バラバラに辺を数えて、2で割れば OK。90本。頂点はどうだ？辺の時と同じで、バラバラに数えて3で割るよ。60個。じゃあ頂点の数から辺の数を引いて面の数を足せ。え、何それ？ 2？ 頂点も辺も面も何十個もあるのに、妙に小さいね。この関係はどんな多面体でも成り立つ。へえ。これがオイラーの多面体定理ってやつだぜ。またオイラーか。さて、証明できるか？任意の連結な平面グラフについて、頂点の数引く辺の数足す面の数が2であることを示そう。ちょっと待って。多面体はどこ行ったの？平面に押しつぶした。ああ、確かに。ところで面が1個足りなくない？外側全体を最後の面とみなす。なるほど。じゃあ、今後は多面体じゃなくて平面グラフを見るぜ。実は平面グラフって初めて聞くんだけど。まあ、直感的な概念しか登場しないし特に問題ない。さて、このグラフの適当な全域を取る。ぐるっと回れるとこがなくなるまで辺を消したってことだね。それをサイクルって言うぜ。グラフ理論が初めての人に向けて補足すると、サイクルのない連結なグラフ置きという。連結の意味は、連結でないグラフを見ればわかるだろう。で、連結なまま辺を抜いてサイクルをなくしたのが全域だね。さて、任意の木について、辺の数は頂点の数より1少ない。ギリギリ当たり前ってとこかな。今回はこれが重要な役割を果たすので、軽く証明しておく。何でもいいから一つ頂点を選び、根とする。各辺に根から遠ざかるように向きをつける。そしたら根以外に辺がちょうど1本刺さるから、辺は頂点より1個少ないね。さて、長い補足になったが、全域の辺は頂点より1個少ない、と言いたかった。そうだね。さて、全域は一旦置いておき、元のグラフの総水グラフを構築する。総水？頂点と面を入れ替える。入れ替える？元のグラフの各面を頂点とみなし、元のグラフの各辺で隔てられた2つの面を辺で結ぶ。そしたら元の頂点が面になるってこと？ああ。さて、ここでさっきの全域を思い出して、全域に入っていない辺に対応する総対グラフの辺を考える。これらの辺が元のグラフの面を連結にするのはいいか？まあ、全域にサイクルはないから、閉じ込められる面はないね。あと、これらの辺がサイクルを含まないのもいいか？もしサイクルがあったら、閉じ込められる頂点があるけど、全域は全部繋いでるはずだからおかしいね。というわけで、これらの辺は総対グラフの全域をなす。ああ、そういうことになるね。これで証明できたな。え？ああ、木の辺は頂点より1個少ないから、新しい木の辺は元の面より1個少なくて、古い木の辺は頂点より1個少ない。で、これを合わせると元の辺と同じ数だから、辺は頂点と面の合計より2個少ない。これがオイラーの多面体定理だぜ。2ってのは総対の2だったんだね。多分な。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。